株式会社大木屋フーズは、群馬県安中市大竹に本社を置き、大木屋ラーメンを運営し、フランチャイズ展開を行うラーメンのチェーン店組織である。群馬県を中心に直営店、フランチャイズ店で約60店を展開している。1972年に創業者の飯塚岩糸口が群馬県安中市の国道18号線沿いにて有名ラーメン店のフランチャイズ店として1号店、安中店を開業。その後、1986年に2号店、本庄店3号店、倉賀野店をオープンした。その後、1987年に藤岡店、群馬町店、1988年に沼田店、所沢店と半年に1店ペースで新規出店を続けた。しかしフランチャイズチェーンの内紛で1991年、フランチャイズを離脱して独立。1992年、大木屋ラーメンブランドとなった。1993年、大木屋ラーメンブランドでフランチャイズ展開を開始。2000年に株式会社大木屋フーズに社名変更。1993年に本社、麺工場。2004年に味噌工場。2009年に餃子工場を設立して直営、フランチャイズ店舗に提供。2014年にとんかつ専店安中店を開店して、とんかつ事業にも進出している。味噌ラーメン麺、味噌、餃子の自社工場を持つ。麺工場では、太麺、細麺、極細麺、平麺の4種類を製造して、スープによって使い分けている。特に自社工場で製造した、太し麺と味噌を使った味噌ラーメンは創業以来の人気メニューである。2016年5月末現在、北は、新潟県から西は栃木県、群馬県、埼玉県、長野県の全県に出店。直営店の30店舗を含め、フランチャイズ店合わせて60店舗を展開する。なお、フランチャイズ店舗からは、麺、味噌、餃子の代金と必要経費のみを受け取りロイヤリティは徴収していない。ありがとうございます。